ます。まずは試合お疲れ様でした。ありがとうございました。昨日に続き連勝となりました。今の気持ちをお聞かせください。いや本当に、接戦というかもう相手も強くて僕たちも精一杯バレーしたんですけど、なかなかうまいこといかなくて苦しい場面が続いたんですけど、今日に関して本当にチーム一丸となって戦えて、何より金子の勢いが僕たちに勝利を、もたらしてくれたのかなと思います。エドガー選手を欠く中での試合、どんな気持ちで臨まれましたか？やっぱりあれだけこう得点源となる、ね、頼りになる選手がチームがいなくなってしまったので、僕たちとしてもすごい痛手ですけど、その彼が、治って戻ってくるまでにもっともっとチーム自体が強くなっているように、僕たちも頑張りたいなと思います。それでは会場にお集まりのファンの皆様へ一言メッセージをお願いします。本当に2日間たくさんの応援ありがとうございました。まだまだ僕たちも強くなりますし、 GT サンダーズ広島が勝つ姿をどんどんお見せしたいと思いますので、これからも熱いご声援よろしくお願いします。金子選手ありがとうございました。続いて17番金子選手にお話を伺いします。本日の試合お疲れ様でした。ありがとうございました。第2セットからフル出場でした。若さのあふれるプレーでチームを盛り上げてくれましたが、今の気持ちを聞かせてください。いやもう勝ててよかったです。それだけです。本日の試合中はどのようなことを意識して臨みましたか？どのようなこと、V リーグでスパイカーで出るのは初めてだったんで、まあもうなんとか全力でやるだけだったです。素晴らしい活躍でした。それではファンの皆様へ一言お願いします。今週も応援ありがとうございました。一周空きますがまだまだ頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。金子選手ありがとうございました。続いて16番西選手にお話をお伺いします。今日の試合お疲れ様でした。今日も大活躍でした。今の気持ちを教えてください。昨日フルセットで厳しい戦いが続いたんですけど、今日はまあ少しでも流れを変えようという気持ちで、試合に臨んで、勝ったということはとてもいいこと、良かったなと思います。はい、今日も会場に多くのファンが駆けつけてくださっています。ファンの皆様にメッセージをお願いします。2日間ホームゲーム応援ありがとうございました。引き続き、勝てるよう頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。選手ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後にキャプテンの山本選手にお話をお伺いします。今日の試合お疲れ様でした。連敗中の中で迎えた松江のホームゲームを2連勝で飾ることができました。キャプテンとしてどのような気持ちで試合に臨まれましたか？そうですね、松江の皆様に、バレーボールの素晴らしさを、知ってもらうために、一生懸命頑張りました。はい、これからも試合が続いていきますので、最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、まずは、本日、昨日と今日と応援ありがとうございました。私たち JT サンダーズは、優勝するために、一戦一戦戦ってまいります。そのためにはもっともっと僕たちは強くならないといけないと思いますので、今週より、次の週また強い JT を見せれるように、頑張ってまいりますので、引き続き応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。